はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルホンダ NSX-R です。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカイベントモデルのホンダ NSX-R です。またトミカ博近くなってきたので見ていきたいと思います。で、ボディカラーの方はブルーのメタリックだね。で、フロント周りはこんな感じだね。ホンダのエンブレムがプリントされてあります。で、ヘッドライトの部分はクリアな樹脂パーツになってるね。で、ボンネットの部分はエアフローのダクトがあって、ルーフの部分はこれはブラックな塗装だね。で、ちょっとツヤのあるタイプになってます。で、横から見るとこんな感じだね。ここにトミカイベントモデルっていう文字がプリントされてあります。さすがタイプ R だけあって、このシャープなボディラインだね。で、後ろの方はこんな感じだね。テールランプの部分はクリアパーツになってて、そこにホンダのエンブレムがプリントされてあります。で、運転席側はこんな感じだね。反対側と同じデザインで、この部分にトミカイベントモデルの文字がプリントされてあります。で、上の方を見ていくと、この部分にリアスポイラーだね。で、ブラックな塗装になってます。で、これはボディと一体形成のダイキャスターね。で、この辺りのリアのトランクの上ぐらいもすごく綺麗な感じで作られてます。細かいね。内装の部分はこんな感じだね。右ハンドルになってて、コンソールボックスの辺りもしっかり作られてます。で、サイドの窓ガラスはついてないね。で、中の方がしっかり見えそうなんだけど、ちょっとブラックな内装だから見づらいね。でも、しっかり作られてます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、その他特にギミック系はないね。で、後ろの方はホンダ NSX-R 2017年のナンバー81番のシャーシーになってます。こうやって見てみると、以前のトミカの NSX よりも作りが細かくなってるね。ヘッドライトの部分が樹脂パーツになってたり、リアのこの辺りもすごく細かくなってるね。かっこよくなってます。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージにトミカイベントモデルのロゴがあって、ここにナンバー19番でプリントされてあります。で、側面の方はこんな感じだね。で、ここにホンダオフィシャルライセンスのロゴがあるね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルのホンダ NSX-R を紹介しました。現行モデルの NSX のデザインとは違うけど、かっこいいね。ヘッドライトの部分とかリアのテールランプの部分も樹脂パーツになってたね。すごく良かったね。で、このモデルを入手したい方は、これから開催されるトミカ博で購入することができます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。